カンプダ・ラスコルツはかつて存在したサッカー専用スタジアム。スペインのバルセロナ県バルセロナのラスコルツ地区に建設され、1922年から1957年までリーガ・エスパニョーラの FC ・バルセロナのホームスタジアムであった。スタジアムはヌマンシア通りに囲まれており、ラスコルツ地区とサンマナットのバリエス・ピー・マルケスにまたがっていた。 ここには20世紀前半の FC バルセロナの輝かしい成功、及び苦い記憶など多くの歴史が詰まっている。フィールドのサイズは10162メートルで、建築家サンティアゴ・マズ・トゥレスイ、ジュゼップ・アラマニーの作品である。当初は2万5000人収容であり、1957年の平常時には6万人まで拡張されていた。1960年代に解体が行われた。 FC バルセロナ博物館にあるラスコルツの祖先。工事開始日が刻まれている。最初の本拠地、カンプダラカレーインドストリアは、クラブの成功に伴い増大する観客数を受け入れるのに手狭となっていたため、FC バルセロナはより近代的で、大規模なスタジアムを欲していた。1919年は、最初の黄金期の始まりと考えられており、サミティエル、アルカンタラ、 サモラ、ザギ、ピエラ、サンチョなどの名選手が活躍した。カンプダ、ラスコルツのスタンドは後期3ヶ月という記録的速度で進んだ。1922年2月19日に組織が置かれ、1922年5月20日にはもう使用された。スコットランドからセント・ミレン FC を招いての親善試合で FC バルセロナは2-1で勝利した。 この会場の最初の得点者はセントミレンのバーアル選手、バルサはアルカンタラであった。バルサの先発メンバーは、サモラ、プラナス、ズルカ、トゥーラルバ、サンチョ、サミティエル、ピアラ、マルティネス、グラシア、アルカンタラ、詐欺の11名であった。最初期の収容人数は2万5千人。建設が完了した時で3万人。後年の百二十六年には、 さらに4万5千人と八つ早に拡張されていった。芝生のメンテナンスは厳重で、フットボールの大聖堂などの異名で呼ばれたほど、ラスコルツで FC バルセロナは新たな黄金期に突入した。カタルーニャ選手権では1923の24、1927から28シーズンを制覇。コパデルレイでは1924から25、1925から26。 1927から28年度に優勝した。その集大成とも言えるのがリーガエスパニョーラの初年度1928から29シーズン優勝である。最終節での優勝決定の場所はラスコルツであった。1924年の FC バルセロナ対ナショナルモンテビデオの親善試合。監修は6万人。 1923年にはコパデルレー決勝会場に選ばれている。地元カタルーニャの CEE Europa がアスレティックビルバを1-0で下し優勝した。詳しくはスペイン国家へのブーイングも参照。FC バルセロナはカタルーニャにおいて1923から30年のプリモデリベラ政権に対する抵抗のシンボルとなっていた。 カタルーニャ語規制が次第に厳しくなってきた1925年7月14日のこと、クラブ以上の存在をちで行くような歴史的な出来事を、ラスコルツは目撃した。クラブは CE ジュピテルと試合を組んでおり、オルフェオカタルーニャ合唱団の参加も予定されていた。だが政府当局が唐突に中止を命じてきたため、会場を埋めていたファンたちは激怒した。結局、 試合は行われ、英国海軍の学隊によってスペイン国家、国王行進曲が、A、西に過酷語で演奏された。だが会場からは凄まじい口笛が鳴った。それは、スペイン国家を書き消したが、さらに観客は、英国家、ゴッド、西ブザクイーンには大きな拍手を送った。当然政府は怒りに燃えた。即時制裁はなかったものの、ほどなくして、 ラスコルツの6ヶ月間使用禁止を通告、あとに3ヶ月に縮小された。ジュアン・ガンペール会長は辞意を表明した。スポーツ的な話をすれば、当時の最高の選手たちバントラ、ライチ、アズクラーなどマイナスを要してはいても、クラブの財政悪化に伴い1930年代には、FC バルセロナは低迷期に入った。カタルーニャ選手権で6回優勝するのがやっとで、 スペイン全国規模のタイトルが取れなくなった。スペイン内戦は当然ながらバルサに何ら良いことをもたらさなかった。開戦直後の時期、フランコ指揮下の国民軍はジュゼップスによる会長を暗殺した。チームの選手たちはアメリカ大陸遠征中で全体の半分の選手は戦火を免れた。1938年3月16日にはクラブ施設が爆撃を受けた。 同年秋には、カタルーニャ主義の象徴的クラブは、悲惨な状況にあった。アンリク・ピニャイロ会長は1940年に、フランコ政権の指名で就任し、クラブ名を、カスティーリャ風に、クルブデフトボール・バルセロナと改名した。エンブレムの中にあるサニエラ・旗の4本の赤い線も2本に、され、スペイン国旗の配色に近いものに修正された。 FC バルセロナは1942年にはセグンダディビシオン降格の危機にさらされ、一方で同じシーズンには決勝でアスレティックビルバオーを4-3で下しコパデルレイを獲得した。徐々にチーム状態は回復し、1944から45、1947から48、1948から49シーズンとプリメーラディビシオンを制覇した。 加えて、1949年には、国際大会、コパラティーナで、スポルティング CP を下し優勝。会場は、ラスコルツで、3位決定戦にも使われた。1940年代後半は他を寄せ付けない、強力なメンバーが揃った。セサル、バスオラ、バラスコ、クルタ、グンサルボ兄弟、ザゲー、ビオズカ、ラマレッツラが、チームの屋台骨となり、 クラブ創立50周年の年にリーグ優勝を飾ることができた。そしてエンブレムの中のサニエーラバタが元通りのデザインに直されるという吉事もあった。1950年にカタルーニャ代表が参加したミニ大会トルネオインテルナショナルでパスクアの様子。全試合がラスコルツで開催されたアグスティ・ムンタルイ・ガルバルト会長の署名とサミテールの 助言によって1950年に、ラディスラ・オクバラが入団すると、このハンガリー人は、バルサの新しい原動力となった。1951年から1953年に、かけて、1951から52と1952から53、シーズンのリーグ連覇、そして1951.5253のコパデルレー優勝と、国内タイトルを総なめにする。 他にも、バルサは1952年に、オグック・ニースを決勝で破り、コパラティーナを再び制覇。当時のスーペル・コパに相当する、コパ・エバドゥアル・デデペロン、マルティーニ・アンドロス支配にも優勝した。五冠のバルサの主力メンバーとしては、バソラ、セサル、クバラ、ムラノ、マンチョンなどが有名である。ただこれだけ成功をすれば、観客数の増加に、 ラスコルツの収容能力も追いつかなくなってきた。6万人収容でも手狭なほどの動員力を当時のバルサは誇っていた。1950年11月14日、ムンタル会長は経営執行委員会の会議でラスコルツ地区に近い終焉部に新しい土地を買うことに決めた。そこには墓地と産婦人科病院があった場所で後にカンプノーが建設されることになる。 宿敵レアルマドリードが1947年12月に巨大なスタジアムをすでに建設したことも背景にあるとされる。ラスコルツのミニチュア模型。FC バルセロナ博物館にある土地の正式買収は3年半ほどもかかり、ようやく1954年3月28日に新スタジアムの建設が寄港された。フランサス・クミロー・ザーンス会長はアンリク・マルティ・カーラットから 会長職を継承。新スタジアム建設を改めて正式に決定した。ミローザンスは、ラスコルツとラマシアの見学を行い、6万人が見守る中で、カンプノーの礎石を置いた。厳粛なムードであたりは静まり返っていた。3年後の1957年9月24日、ラ・マルセイの祭りの日にミローザンスは、カンプノーの春行を告げた。 収容人数は9万人と発表された。ラスコルツはその後かなり急に平常、解体されてしまった。跡地には住宅街と児童公園が建設された。ありがとうございます。